こんにちは、柏隆一の今日のインタビューのサイミングさせていただきます。今日はドイツ翼のクーデターとドイツ南部、あのクーデター未遂が見つかったっていうんで結構ニュースになってるんだよね。そのやった犯人がどういうやつなのかっていう話をちょっと今回お話ししようと思います。やっぱりね、あのドイツはマイナス面もあるんじゃないかなっていうのが僕の最初の意見です。まあだからね、あの例えばそれがねちょっと明らかになったっていうのは今回の事件かなと思うんですね。 ま、これだけよく見てたらわかるんですけどね。ドイツに生まれなくてよかったよな。あと、個人的にはすごく思ってるんですよね。まあ、例えば北欧諸国ね。北欧諸国だったら、例えば移民問題のトラブルっていうのはあえて公開しない。そういう習慣があったようですね。やっぱりね。なんかなんかね。これ、移民の人に何かをいたずらされたとかね。そういうの、やっぱり人間としてはすごく嫌ですよね。そのこと、ちゃんと表明することができないっていうのはかなりのプレッシャーなんじゃないでしょうか？ やっぱりねそういう姿勢は、ね、人間としての情緒を重視してないとこう思うんですよね。それはすごく大きな問題だと思うんですね。まあ、ドイツはもっとひどくてですねナチス・ドイツは絶対やめこれは国税なんですね、今のね連邦ドイツ連邦ですかドイツ連邦の国税なんですよだからこれだけはね絶対変えることができない憲法は変えることができてもこの、えー、と反ナチスですかこれだけは絶対変えることができない。 こういうことなんですよね。そのための組織もあるんですよ。それが憲法擁護庁なんですよ。ま今の憲法を擁護するんだったらナチスは入れないから絶対取り締まると。だからね、ナチスと一緒にえっ、ー、と右翼系との人もどんどん取り締まられていくっていうのが実際の現状なわけですね。だからね、ドイツにはね、言論の自由がないんですよ。 日本でね例えば帝国憲法に戻せと主張したってねそれ犯罪にはならないでしょう、まあ、そういう意見があっても構わないなぐらいじゃないですか,かもうね今昭和憲法ね、あのー、日本国憲法なんかやめてって帝国憲法に戻せよそういう場合仮に言ったとしても別にそれは犯罪にはならないんですね日本の場合ねでもドイツは違うとこういうことなんですよドイツの自動車ってなんか変だったでしょディ,ディーゼル車だってやっててよく気が付いたら技術的には日本車に全然追いついてなかったんですよね で、排ガスはバンバン出しまくりで。だから、結局ね、ああいう感じで、こう、ドイツのインチキって言ったら変ですけど、そういうのが。だんだんボロ、ボロが出始めてるなと、そういうのが、個人的な印象としてあります。やっぱりね、ドイツに追いつけという議論はね、昔はよくされたんですけどね。まあ、そういった議論が、まあ、終わった議論になったよな、というのは。もう、これは事実だと思うんですね。で、どんな人たちが、クーデターを計画したのか、っていう話をちょっとしましょう。これはね、あの、さっきの、憲法要所ね。 憲法擁護庁の年次報告書というのがありまして、それからね一部ちょっと紹介してお知らせしようかなと思います。えー、帝国市民、ライヒスビルガーや自治者、えー、セルフガバナーというね、セルブスとフェアファルターは、えー、歴史的なドイツ帝国を持ち出したり、陰謀論の論章パターンや自分で定義した、えー、自然法則など、様々な動機と正,正当化によって、ドイツ連邦共和国の存在とその法制度を否定し、 民主的に選ばれた代表者の正当性を否定しさらには全体として法制度の外にいると定義しそれゆえ法制度に対する侵害を犯そうとする集団及び個人であるとこういう人たちなんですねその活動分野の特徴は個人的・組織的・イデオロギー的な特異性であるとそのメンバーは構造的には統合されていない個人で個人でない限りミクロやスモールのグループ超地域的な人々の集まりバーチャルネットワークで活動していると さ、えー、まざ、あ、まなグループの様子集めなんですな。でこの帝国市民と自治者の明確に区別することは困難であると帝国市民はどのようなものであれドイツ帝国と称してドイツ連邦共和国を否定する一方自治者は自分は国家に属していないと思っている宣言によって国家から離れることができ従ってその法律には拘束されないと主張すると彼らはしばしばドイツ連邦共和国を出て 自にに入るるるることとを認めるとされる国連決議すると例えば国境線標識紋章を描くことによって自分たちの居住,居住地をマークし主権的とされる行政空間を示す者も,もいると時には抵抗権を発動してこれらを,これを力ずくで守ることもあると全体として帝国市民自治者の活動分野はドイツ連邦共和国の司法制度に対する反国家反立憲主義に分類されると。 右翼可決派と主張的な重複は、領土や歴史の修正主義、民族主義や一国社会主義思想、反ユダヤ主義などに、などの分野に見られると。ドイツドイツ全土ではライフスビルが、まあ、帝国市民ですねと実写の活動が2021年には2万1千人、2022年は2万人を占めていると増えてるんですよねこの1年でね。で右翼可決派のメンバーに分類される人の割合は5%以上にも上ると。 まあ2021年で1,150人、まあ、2020年で1,000人、まあ5、ちょうどぴったり5%ですね。帝国市民と実社の暴力志向の潜在力は2,100人と推定されると。これは暴力的なメンバーだけでなく、例えば脅迫,や脅迫や暴力を擁護する発言、それに対応するイデオロギー的な言及によって注目を集める人物も含まれると。 で発展動向ね,こ,ねこれがねすごく、ね、勢いを増してるんですけどねこの1年ぐらいね潜在的な人数は前年比に比べて再び増加したこの増加は主に国家のコロナ保護政策に対する抗議活動によって、えー、帝国市民や実社の一部の活動でダイナミズム,ダイナミズムと、えー、活動が高まったことに気付る。だからやっぱりあのコロナですな、ね コロナ政策でバンバンあのワクチン打ちまくったじゃないですかそれに対する反発がこういう運動の流線につながっているとこういうことなんですねパンデミックはインターネット上でのプロパガンダや偽情報の拡散に継続的に利用されているとまた帝国市民や自社は国家の保護政策に反対する電話に、えー、なりふり構わず参加していると特に学校での、えー、コロナ保護対策には反対で現場のメンバーからは 子どもへの身体的精神的な虐待と誹謗中傷されると子ども福祉を支持する運動によって保護措置に反対する外部の人々を動員することも可能であったとインターネット上では2021年の夏休みの終了後従来の学校をボイコットしようという呼びかけがあったまたビスマークの後継者や憲法会議といった帝国市民や実者の一部では 例えばドイツ帝国時代の教科書や特別に準備されたカリキュラムを用いて自主的な授業の開設が計画されていたと。2021年9月末ローゼンハイム地区バイエルンの当局は帝国市民に属する無許可学校を閉鎖したと一部の帝国市民や実写また個々のグループは反ユダヤ的な考え方を持っているとしかし現場が一室であるため一応な所見はないと。 例えばあ、まあ、帝国市民実社、えー、ですね教会の中心組織統一・ドイツ民族と部族 <laughs> こういうのがあるんですねグドゥビュストっていうんでしょうかねこれは2020年3月には禁止された後も反ユダヤ的な先導を続けていると。「ユダヤ人に財産はない」という見出しの機構文がありそれに対して賛同のコメントを寄しているがユダヤ教やイスラム教の信仰を持つ人は基本的な権利として特に財産権を行使することが否定されていると。 だからユダヤ人とイスラム系ですねイスラム教の信仰をする人はもうお金を持てないってすごいことを言いますね、えー、帝国市民と実写のグループ、えー、ス,タースターテン・ロス・インフォの主要幹部もユダヤ人の陰謀を疑っているとイスラエル・パレスチナの紛争についてはこういうことを言ってるんですね、まあ、その結果貧しい人々や一般市民パレスチナ人それにもちろんイスラエルの一,一般市民が殺され重傷をボロボロになり その後ろではロッシャイルドがまた自分の背中を叩いているそして全て,の全ての背後にあるものはもちろん金融を牛耳るロッチャイルドであるとこういうことをね2021年の5月16日の,あのテレグラムでねこういうボイスメッセージに残ってるっていう話なんですがまど、あ、どっかだね元ウクライナ大使のようなことを平気で言っとるんですな。 これはどんなも確かになんかそういうある,あ,るあるかもしれませんけどゃんの具体的にちょっと歴史的にちゃんともっと検証されてからじゃないとこういうことは言っちゃいかんのじゃないかなと思うんですね。ちょっとねここまで来るとええー、って感じですよねえ。もうちょっと続けますね、えーと。メンバーは目的を達成するために全く異なる方法で行動すると。公的手続きは 法の支配を混乱させるために、意図的な挑発行行行動が行為が為横行していますと。その際彼らは当局の職員と直接対決することを求め国家政策の執行に対する積極的な物理的抵抗に至るとなんか共産党みたいですね日本のね。で、えー、とそれまたたくさん書くという戦略も引き,、えー、引き続き広まっていると、えー、帝国市民や実社はしばしば当局に長文の手紙を書きその中には理解しがたい議論や主張が含まれていると。 えー、論士や首相不合理なな法的見解などその内容は公的な行動を、えー、拒否するものから脅迫侮辱強制特には暴力の脅しなどが多岐にわたるとインターネット特にソーシャルネットワークは引き続き活発に利用されている例えば帝国市民グループビスマルクの後継者たちは仮想空間での存在感を高めているその中には独自のニュースフォーマットを確立しようとする試みも含まれている2020年12月 ビスマルクの後継者たちの株組織であるファーターランディッシェファーターレンディッシェヒル,フスヒルフスディンストだから、えー、祖国救援機関かな、えー、そういう組織あるのね VIDVHD と v かは情報誌と表現したフォーマット VHD アクシュエルを独自の YouTube チャンネル VHD1 で発表と。えー同月16日に総 この年、さらに8つの番が、えー、発行され平均約2,000回のアクセスがあります。ううちののチャンネルの多いい <laughs> これが,これがかった違内容的には VHD の活動に関するニュースを、えー、主に扱っていると日々の政治的な出来事についての解説はないと従来のテレビ情報誌を強く意識したフォーマットでプロフェッショナルに制作されているように見えると。 YouTube で削除された場合でもアクセスができるように VHD は独自のウェブサイトを立ち上げそこにも動画がアップロードされていると。えー、帝国市民の中にはドイツ連邦共和国が正当な主権国家ではないと考えている人もいると。ドイツ帝国は存在しつけその憲法はまだ有効であると主張,する主張するスペクトルもあると。この帝国憲法に関連して1918年に対した皇帝ウィルヘルム2世のひ孫を ドイツ皇帝にるることとを要求しているのであると2021年6月の45歳の誕生日に際し帝国市民のスペクトルを持つ約100人がバーデン・ウェルテンベルク州のホーエン・トレルン城の入り口まで帝国機や帝国海軍機などを持って行進し最高主権者の祝福を行ったんだとまあここまでやってるだけだったらまあコスプレかなっていうことですぐなのかもしれませんけれどやっぱりこうだんだんちょっとやばくなっていくんですよね。 もう一がね、特に重要なのは帝国市民や実社が、えー、時には他のメンバーから多額の収入を得る活動であり続けているということだと。お金集めしてるんですよでね、えー、自治団体であるドイツオーク KRD はその信奉者に対し、えー、KRD に加入することで、えーえーえー、納税義務を免除することを提案しているがこれにはコストはかかる。KRD にはいわゆる公益基金を通じてかなりの額の資金を調達している。 そのウェブサイトによると人々の利益のため恒久的に安定した独立した無利子の新しい貨幣と金融システムを意味していると投資家は利回り参加の助けを借りて共通税の意味での KRD のプロジェクトを推進することになるとしかし預金している銀行の顧客には返済請求権は認められていないもう出しっぱなしってことだね2021年連邦金融監督庁はウルムドレスデン ウィッテンベルグメンデンの交易金の運営者に対して、えー、未承認銀行取引保険取引の開始締結取扱いを禁止したと。統一ドイツ民族と部族は2020年3月に施行された禁止令にもかかわらず活動を続けている例えば有料でセミナーを開催し続けるなどであると。また統一ドイツ民族と部族の名で、えー、自然国の を宣言した当局への所管が多数知られている手紙の宛先は、えー、連邦内務省、えー、連邦首相府各州政府などであったとこの手紙には統一ドイツ民族と部族の最高裁判所、まあ、空想上の権威ですね、えー、から、えー、と認可を受けたとされる架空の法律事務所からの証明書が定期的に添付されているようだこの手法では グループ化すするることととで正当な政権のの印象付けようとするものだと統一ドイツ民族と部族はそのイデオロギーを広めるために主にインターネットプラットフォームやテレグラムに依存しておりその結果多くのし、えー、と受信者の輪に、えー、到達していると個々の投稿では禁止を正当化する「統一ドイツ民族と部族の」の、えー、徹底した反ユダヤ主義が公然と伝播されていると。帝国市民や実のイデオロギーは 労働法や公務員法に基づく公務員の義務である自由民主的な基本秩序のために立ち上がることと相容れないものであると公務員であることとこういうディレーを持つこと自身は相容れないとこういうことなんですね。報告年度には帝国市民実写活動との関連の可能性に関して連邦公務員に対して勤務法と労働法に基づくさまざまな措置が取られた。例えば 行政連邦行政裁判所は2021年に、えー、と連邦当局の職員がその行為によって連邦公務員法に規定される憲法上の忠誠心を著しく侵害したとの判決を下したその結果最終的にその公務員が解雇されることになったその背景にはその社員がその,場面その場面らしい正当な理由を記載した市民権カードを発行していたことがあると。 バイエルン王国ね僕はバイエルン王国の国民だよっていうそういうのはね国印書を発行してたそれで組になる悲しいですね、まあ仕方がないというのが、まあ、日本でちょっと考えられない話なんですねそれと1913年の帝国と国籍法に言及したこの手続きに基づいて雇用当局はこの従業員に対して懲戒手続きを開始した捜索,捜索対策の過程で えー、連邦共和国の不,、えー、不存在を主張する場面で誤解されているドイツ連邦共和国とドイツ民主共和国の間の基本条約に関する、えー、連邦憲法裁判所の1973年の判決について従業員ががに取り,取り扱っていることと判明したとまあだからどういったらいいんですかお金を集めるし反ユダヤ的なことはガンガン言いわくるしだから。 そういう感じでねちょ,っとちょっとかなりやばい状況なんですよね、まあ、だから勢力がね高まってるんで今回あえて、ー、起訴されたっていう可能性はすごく高いと思いますかなりね準備はしてたと思うんですけどクーデターにって言ってもそれでそのクーデターは誰も支持しないでしょう多分これはねこう内容だったらねでもやっぱりあのー、ある意味いやドイツ自身がやっぱり相当やばい国家なんだとやっぱりこうすごくねもう戦後70年ですか もうなんかこう7080年近く経ってですねそういう,こう疑問あ,るある意味の反ナチという疑まんでねえずっとやってきた別にナチスが僕はいいとは絶対言いませんけど反,反ナチがいいんだっていうことをね一方的に決めてきてそれをずっと、うん、牧師してきたそれはねやっぱこういう形であのが見えてるんんじゃなないかなとそう思う思ですねやっぱりドイツ社会はやっぱり病気でしょ。やっぱ法律でナチスを禁じる で、保守運動も全部それで禁止されるわけですね。これこんな感じで、だから禁止されるとね。どうなるかっていうと、運動自身がさらに過激化するわけですよね。なんかもうどうしようもないですね。こんなんね。それにね、やっぱりね。あのこの運動にはね。逮捕された人の中にはまあ、ロシア人の女性も含まれていたという報道がありましたね。ま、ドイツはね。ロシアのプロパガンダの影響はすごく強いんですよ。 だからあのさっきのねユダヤ人の問題ねユダヤ人のプロパガンダ反ユダヤプロパガンダね、うん、ロシアがガンガン流すんですよねでそれをドイツ人がほうっと思って信じてしまうそれとこういう保守・保守運動とこう結びついてしまうなんか日本で見てるのとよく似てますよねこういうことが現実に起きているとやっぱりねロシアとしては EU からドイツを引き剥がしたいそういう意図があるんですよねやっぱりねラッパラ条約を忘れるべきじゃないと改めて思うわけですな、ね ままあまあ大体今日はこんなところでやっぱりあのドイツやばいでしょなんか雰囲気的にねこれやばいなとこうなんですけどドイツ政府の報告書を読んでるだけでもなんかドイツという国家自身がちょっとやばいんじゃないっていう気がすごく僕個人としてはしてきました。皆さんがどう感じられるかねそのいろんな感じ方があってもいいと思いますけどやっぱりドイツはダメだよなぁとそう思いますね、ま。あ 頑張ってやっと、<laughs> ドイツ人、まあ頑張ってやって、そういういは、そういうことでちょっと締めておきたいと思うんですけど。まあ、あま否定はできないけど、どうなんでしょうね、範囲では、いや、やりすぎたんちゃうかなという気は。すごくしてます。でもね、あの公安機関という、のはどこでもやりすぎるもんでね、あの。こういうことがね、報告書に載ってるということは、今回はね、検挙されればね。相当あの、調べがついてるはずなんですよね。だから、やっぱり、あのあれですよね、公安機関があったら、こういうあの。 未然の、ね、クーデーター計画にも対応ができるとやっぱりな傍聴期間早く作れよなそういう話で結局今回も終わるんですけどねまあ今日はこのぐらいでよろしかったらいい方法調そしてチャンネル登録もぜひお願いしますそしてあの,あのサンクスほんと助かってますありがとうございますじゃあ今日はこれでおしまいしますね失礼します